あと UR ウィスでコンプなので、今回はドラゴンボールヒーローズゴッドミッション2弾を全部で100回やってきました。最初に言っておくと、今回は何も出ませんでした。ではまずこちらのシリンダーからいきます。レアの孫悟空 GT、 クリリン人造人間18号、スーパーレアベジット、ヤムチャ、ヤムチャ、レアの孫悟飯 GT、 チャオズ、レア孫悟飯少年期、ミスターサタン、スーパーレアクーラ、グレートサイヤマン、クリリン、CP タゴマ、ピッコロ、レアのトランクス青年期、天津飯、孫悟空、レアゴテンクス、魔人ブーゼン、孫悟飯青年期、スーパーレアメタルクーラ、ビーデル、ウーブ青年期、クリリン少年期、レアギニュー、孫悟飯青年期、レアトランクス GT、リクーム、レア海王神、ヤムチャ、孫悟空、スーパーレアコルド大王、孫悟空、レアダーブラ、孫悟空少年期、レア孫悟天 GT、 人造人間18号、ミスターブー、 CP の孫悟飯青年期、ミスターサタン GT、 ミスターサタン、スーパーレアバーダック、トランクス幼年期、レアベジータ、魔人ブーゼン、ベジータ GT、 孫悟天、レア孫悟空 GT、 ジース、バータ、レア孫悟飯 GT、 ミスターブー、グルド、スーパーレアチルド、ピッコロ、紫総長、レアゴテンクス、孫悟空、レアトランクス GT、 以上です。反対のシリンダーは CP タゴマ、人造人間18号、孫悟飯青年期、レア魔人ブー純粋、クリリン、ビーデル、レアゴテンクス、ミスターサタン GT、 スーパーレアシサミ、グレートサイヤマン、レアダーブラ、ピッコロ、レア海王神、クリリン少年期、リクーム、スーパーレアコルド大王、キビト、ヤムチャ、レア孫悟飯青年期、孫悟空少年期、トランクス幼年期、レア孫悟空 GT、 クリリン少年期、 CP 孫悟飯青年期、バータ、ウーブ青年期、バーダック、レアギニュー、ジース、ベジータ GT、 スーパーレアバーダック、グルド、孫悟天、レアペラフマシン、ベジータ、レアパン幼年期、ヤムチャ、紫総長、孫悟空、スーパーレアメカフリーザ、魔人ブー全、以上です。今回出たスーパーレア以上のカードは、スーパーレアはバーダックが2枚、ベジット、シサミ、チルド、メカフリーザ、メタルクーラ、クーラ、コルド大王が2枚、 CP が孫悟飯青年期2枚、タゴマが2枚出ました。途中で気づいたんですが、今日ゲームはやるつもりじゃなかったので、ちょっとうっかりしてて、ライセンスカードを持っていくのを忘れてしまって、すごいもったいないことをしてしまいました。経験値をたくさんもらえると聞いていたので、すごく残念です。まあしょうがないです。というわけで、またウイスを狙って近々やってこようと思います。